山口武蔵健の人生大学。山口仁武蔵健の人生大学、今日も始まります。よろしくお願いします。いただきます。いただきます。社長どうぞどうぞ。もう目いっぱい、今日はね、もう本当に、私も調布の駅で黙祷を捧げまして、 3.11 のことですね。 3.11 ですね。ちょうどね、通ったんですよ。そしたらあのちょうどのろうそく立って駅前でやってて、あ、本当にもうね、なんとも言えない、もう天才なんだ。なんかちょうど金曜日だったらしいですね、当日も。なんか誰か言ってましたね。あ、そう、あの平日は平日で調べてないですけどね。平日っていうのだけは覚えてますね。なん、あ、そうかそうか、そう、ちょっと調べてみて。今日のテーマでもありますよ ね。今日のテーマです。11年前の 3.11 にどこで何をしてた、はい、そして災害の後何か防災はしましたかの巻メッセージ待ってます。これ今日いっぱい来てるんですよ。ああ、そうでしょうね。素晴らしいぐらいもありがたいです、本当に。はい。武蔵さんから何かいいことありますか？いや、本当ね、これもう、これはね、もう、半端じゃない方が犠牲になったわけじゃないですか。本当、改めてね、もう追悼をね、したいですよね。本当ですね。一気にね、あの、幸せな家族がね、亡くなるわけですからね。今の世で信じられないことですよね。なんか、まあ、無常、非常、もう尋常じゃないのが天才ですから。そうですね。何も人はすべきことが全く、もう手の、もうなんつうんですか、もうどうしようもないじゃないですか。変な、もう言いたくないけど、どうしようもないんですよね、本当に。やるせないけど、本当に迷惑を祈るしかないですね。こういうことが起きたらね、やっぱり、今度ね、あの、震度7とか8のね、大きなことが来たら、それにやっぱりね、対応するべく、もう普段からそういう高台とかね、もうビルにしてもね、それに対応できるビルを作らなきゃなんないってことですよね。あの南相馬で、頑丈な南相馬でね、はい、1933年にあったあの津波の事件があったじゃないですか。あの三陸でやっぱあった、ね、昭和何年だから、俺が生まれ24年前の話だけど、はい、戦前ですよね。戦前にあった、その三陸のところで、南相馬、どっかの町とどっかの町が同じだったんですよ。でもこっちは死者ゼロだったんですよ。はあ。こっちは新興住宅地になってて、はい、その石碑が隠れちゃってたんですよ。はあ。でこっちは古い町でずっと石碑があって、みんな小学校の頃から地震が来たら高台に行け高台に行けって、はいはいはい、ちっちゃい頃から教わってたんですよ。でもこっちは新興住宅なんだけど、地元の人がいたんだけど忘れてしまって、これも不幸、これで本当に ね、二極になっちゃったんですよ。本当にね、こっち死者ゼロで、こっちはもう何十人も行っちゃった、子供たちが亡くなったんですけど、それでもうその、津波の時に石碑が見つかったんですよ、その新興住宅の中で、ね、今綺麗に駅前だったんです。だってこうやってあのよく高いところから東京見るとね、おもちゃみたいじゃないですか。もうずっとビルが家で、道がこう細いが、俺らこんなところによく住んでるなと思うじゃないですか。だからごっちゃごちゃね、この辺来て、あのなんか隅田川あたりも逆にしたら行ったらもう一発のね、アウトですよ。だってどんどん狭くなればなるほど、どんどん波が上がってくるじゃないですか。上がってますね。で人間はないですよ、ビルなんか倒れたらみんな、うん、あのそういうのもちっちゃい被害受けるじゃないですか。みんなこう将棋倒しじゃないけどね。こんなもこの街恐ろしいですね。もう腹くるしかないですよこれね、うん、この街で生きる以上はね。南海トラフ来たらどうなっちゃうんだろう、恐ろしいよな、南海トラフは。こっちはそんなでもないらしいですね。あ、それはこっちのまでね。いや、熱海とか向こうの方らしいですよ。来るんだったら直下型ってやつですか。東京の方はそうでもないらしいですけどね。やばい。まあ、名古屋とか愛知の方はもう一発ですよ。あの例えばのにあの四国とかそっちの方はね、被害来ますよね。あっちはあのこの間四国行った時に、あの津波の警報があったんですけど、普通に30メーターぐらい書いてありましたよ。このビルでは表現できないぐらいの地震が来ますと下に書いてありましたよ。なるほどね。山本さん当日はどこにいらっしゃいました？東京。はい。あ、京都。いや、東京です。東京ですか。11年前ですね。ああ、なるほどね。これは2人で知ってればいいことですね。まあ別にいいんですけども、 A と B のエレベーターの間にいましたね。
A B C D の A と B の間に、なるほどね。10階のちょうどエレベーターの前で人と会って帰ってくるとき、なるほどね。慌てましたね。いや、だからその時に面会来たやつは、はい、小菅から6時間かかって家帰ってみたいな、6時間とか7時間とかした。だって手紙来ましたよ。本当に電車もね、車も全部ダメでね、歩きだってますもんね。笑ったんですよ。笑っちゃう、怒られちゃうね。ごめんね、すいませんね。自分ね、ちょうど新幹線で、ね、名古屋、あの愛知に行く予定だったんですよ。で途中でちょうど静岡で止まっちゃって、ずーっと何時間も俺、地震が歩ってきて閉じ込められた、動かなくて、もう2時間以上か、2時間ぐらい動かなかったですね。だからもう全然入るのが確かもう夕方近くになったら覚えてますよね。本当はもっと早く入んなきゃいけない。そうですね。でもこれはもうあの仕事の波だったんですけどね、分かってくれてね、その話で盛り上がってね、もうすぐあの近くに不動産屋さんいたんですよ、はい、で電話したらちょうど出てくれてね、武蔵さんの家は大丈夫でしょって、外から見る限り被害受けてませんか、あ、よかったって、まずそれでねほっとしたんですけどね。で友達が電話があってきて、いや自分こっちに言ってたら、あのもう電車もダメで歩いてるって言うんですよ。すごいことになってるってね。あの時何十万人で帰宅困難者が出たんですよ、東京の方ね。自分は本当にね、まあ運がいいって言っちゃ失礼ですけど、東京いなかったんで、ね、俺も運が良かったです。揺れも全く経験してないんですよね。俺は揺れ経験したけど、多分世界で一番丈夫な建物にいました。ああ、そうですよね。確かにね。ガラス一枚も割れないですよ。すごいですね。本当に。じゃあ、なんかあったらそこに逃げるのが一番いいですね。一番早いのが欲しいですよ、ね。日本で一番丈夫なとこですから。日本というか世界で一番じゃん。笑ってるな。分かる。分かってんの？本当分かってんの？吉原じゃないからね。吉原は古くてすぐ潰れちゃいますよ。やってる最中に潰れちゃいますよ。いや、今日ね、はい、いっぱい来てるんですよ。30件ぐらい来てるんですよ。ちょっとパッと読んでいっちゃう。行きましょう、はい。どうも、二重さんです。二重さん、しげいちさん。二重さん、どうも。マー君のお友達ですよね、確かね。私は福島在住なので、一番被害を受け、いまだにその時の被害、誹謗中傷は引きずっております。なので私は芸能人の方々を招いて、福島復興支援チャリティーイベントを定期的に開催しています。俺と武蔵さん呼ばれてねえな。そうですね。冗談冗談。まだ本当の意味で福島は復興されていない。皆さんのご理解、ご支援をいただけるように訴えています。仁さんにもいつか福島、復興支援のご協力をいただければと思います。よろしくお願いします。行きますよ。行きますよ、武蔵さんと俺で。武蔵さんも行ってますもんね。映画で行きましたね。映画を向こうで撮ったんですよね。あ、そうなんですか。ただこれもね、あまりこういうこと言いたくないですけど、まあ結局最初の本だともうある人のもう自伝的になっちゃってるんですよ。だから映画という媒体を利用して自分の体験談を映画化にしようとしてる。そんなもう理不尽じゃないですか。だから全部これ万民が分かるようにもう本も書いて、それで未だに何度かクレームかけてるんですよね。名前言えんですけど、恐ろしいですよね。まあしょうがないですけどね、いろんな人がいるんだよ。後で聞いてきます。そうそうでも恐ろしいな、それもな、はい、次いっちゃいます。北爪さん、カメラマンの方ですね。どうも、お久しぶりですね。山口さん、僕は今でも記憶にあるのは、あの日子供たちは校庭で縮こまり泣いていた。それを迎えに行き、その後みんなが混乱の中でバイクや緊急食材や現地などを買いに走った時ですが、なんとおまわりが検問をやってて、バカかおまわり、検問をやってて捕まったんですよ。しかも進路変更違反ですよ。俺はヘルをぶち投げておまわり言いました。お前らそれでも人間か。それが神奈川県警。神奈川県警どうしようもねえもんだって。本当にどうしようもねえもん。事件ばっかりしてんねん。ばかり天使を。あんな時にやったんだ。バカじゃねえの。神奈川県警はもうダメだって事件ばっかり起こしてんの。知ってんだぞお前ら。もうやめた後も手帳使ってんの。どうしようもないですよ。北爪さん、ありがとうございます。やめた後手帳使ってるんですか。使ってるんですよ。知ってるんですよ。お前らで酔っ払ってこうやってって。お前やめたじゃねえかって俺言ったら。ああ、じいさん、あ、お久しぶりですってしまったんだから。で、厚着で飲んでて。そうもしないですよ。悪いやつですよ、あいつ。神奈川県警、本当悪いやつ。あんなこと言って怒られちゃうかな。夏川蘭さん。はい。パチンコしてました。らしいわ。
すごく揺れたのに誰も気がつかず、天井見たら電気がぐらぐら落っこってこなくてよかったね。あんなにひどい災害になるなんて思ってませんでした。11年前のことですが、被災に遭われた方々をの心地を察すると何とも言えない気持ちになる、うん、パチンコは丈夫だったんですね。パチンコ屋とガソリンスタンドは丈夫ですよ。赤ガソリンスタンドはね、引火したら困るよ。そうですね、もう多分あの一番丈夫なのはガソリンスタンドだと思います。国会も丈夫じゃないですか、ね、国会も丈夫ですよ、ね、あの政治家の感謝とかね、丈夫丈夫、あそこと一緒ですね、あそこで、あの、あのね、あ国はやってるね、小菅比率と一緒ですよ。陽子宮脇さん、陽子宮脇さん、陽子宮脇さん、大阪在住の方ですね。大阪にいました。ちょうど仕事中だったんです。大阪も揺れたんだ。はあ。すげえ、やっぱ東日本すごいですね。そうですね。どこが震源地かなと話してて、後でニュースで津波の映像を見たときは本当に驚きました。その後防災グッズを買って低い家具に揃えました。確かに合ってます。ね、私もね、あの映像すぐ見ました。すごかったですね。もう私はね、4年後に見たんです。そうですね、見れない事情がありますもんね。さあ、そんな事情でくだらないことですみません。大西健二さん、次、兄、陣兄、自分は尾道の高い塀がありました。やっぱり別荘ですか。別荘、尾道にはないでしょ。尾道じゃないです、ないです、ね、あんな山のとこ作るわけないですよ。ねえ、ね、はっきりしろ、大西健二。森夏子さん、森夏子さん、赤玉ラーメンよろしく、赤玉ラーメン食べてください、のオーナーの方です。戸越銀座の焼き鳥屋さんで働いていて、商店街は揺れ、帰りは戸越銀座から以外まで歩いて帰りました。健康にいいじゃねえか、なやっちゃんね。次、赤沼優子さん、赤沼優子さん、私は都内でタクシードライバー、そうなの、タクシードライバーしてたんだ、女性の方で、女性で、防災は避難場所と確認と防災グッズ購入してありましたので、確認と水の買い占めです。買い占めはダメです。今から徐々に、大体あのケース置いてますよね、武蔵さんも、きっと置いてないですか。水は一応置いてますよね。余分に置いてないですね。もう武蔵さん、 CM しますよ、ああこれね、ナノバリアですね、これ飲料水としても使える。ちょうどいいタイミングでナノバリアちょっと出してください、はい、思います。まさにこれ、いや、もう絶好の私込みですね。ですね。褒めてください。スタッフ流せですけど、2人ともこれ急にね、これ命が美味しいんですよ、これまた美味しいとか、なんかね思ったんだけど、まろやかな、胃の中にね、多分体の細胞より細かいんじゃないかなっていうぐらい染み込むんですよ。なるほど、ね、使える時に聞いた、ものすごくいいですね。皆さん使える。ってことはこれ割って飲むとどうなんですかね。いや、俺はストレートで言いましたけど、もう五臓六腑に染み合って、なんて結構な二日酔いだったんだけど、結構な二日酔いの時ってもう武蔵さんは分からないと思いますが、水分すらね飲みたくないんですよ。あ、気持ち悪い。それがね、ぐーっと全部入って、うわーってたら3回ぐらい飲んだらすぐトイレ行きますよ。だから早かったから、浸透率もいいんですよ。そういう飲み方もありますよ、皆さん、うん、二日酔いの朝にこれ素晴らしいです。命の水、なるほどさ、命の水とはよく言ったもんだ、社長、仁さんですね、同じです、仁さん、これは本当に素晴らしいです。またよかったら送ってください。お願いします。防災用もあるんでよろしく。いや本当、でもね、これでまたさらにね結構持つんですよ。メカブ、ね、メカブってね、メカブだけ食ってても半年ぐらい、メカブ自体がいいんですよ、体にね。で、深層水でしょ、これ。そうですね、深層水は、多分ね、人間の細胞よりね細かいと思うんですよ。どうぞ。今お水が多いんですよ、あの会社によっちゃね、ダブっちゃとか言われるんですけどね、皆さんもっと大きな気持ちでね応援してください。で、本当にお願いします。いろんな会社を宣伝したいと思いますよ。あの、とりあえずね、とりあえずね、そんな高いもんじゃないから試してください。そうですね、試すの全然 OK だから。この話っていうのは山下さん、これに並んでんじゃないですか、これ、はい、あ、なんですか。これはね、あのカバの穴竹ってあるんですよ。有名な、あの、あの椎茸があのシベリア地方とか寒いところに生息するんですよ。日本では今ほとんど取れないんですよ。北海道のほんと極寒のところとシベリアなんですよ。え、これ日本産なんですよ。
でこれはあのまずこれがいきましょう、はい、これをねあのティーパックになっててティーバックじゃないでしょティーパックティーパックになっててそれをあのお茶で飲むんですか出して飲む、うん、これが体に良くて前がんをも殺しちゃうっていうすごいいいんですよ、うん、これをねあの今度金曜日から番組始まるじゃないですか、はい、あの木俣社長っていう女性と2人でやるんですけどこの木俣社長は今日言っちゃっていいのかな15年間これ一筋で飲み続けてずっと、うん、何の医者の薬も飲んだことないですよこれもね明日からちょっとこの体験談も踏まえて出てきますから皆さん楽しみですよ、ね、これでこれもあの歯磨き粉なんですよこれえこれ歯磨き粉歯磨き粉、ね、これがねあのあのこのキソヒノキって木のねあーいやいやいや聞いたことあるんですよすごくいいらしいですよこれね超殺菌するんですよそうみたいですあやっぱ知ってますね知ってますよあさすがだなだって飯田高山よく行きましたもんそうですね歯磨きしてるってこういうのも詳しくって説明していきますからねさ、今回社長と新山そうです回やる俺自分機会見て山口さんゲストで呼ぼうと思ったんですよねあるじゃないですか人生大学は、ゆくおいおいなんか、2階になって、どうなんですか2階です2階ですけど皆さん変わらずにあの同じようにやっていきたいと思いますから、人生大学をやるんですけど、私が出たり、まあ、月2回絶対出ますんで、はいまあ、それ以上欲しい方があのそれ以上私を見たいという方がいたら、はい、ぜひスポンサーになって、ね、他の時間帯に、はい、番組を出してください、はい、そんな感じですけどまあでも、これ今驚いてましたけど、はい、この鎌の荒竹鎌の荒竹鎌の荒竹、はい、全然武蔵さん俺に打ち合わせしてないからこれもう全然打ち合わせしてないいきなり振るんだもんどうしようって俺がまあ俺あの何ですかあの本番に強いから俺が本番に強いし、はい、あの俺あの何だっけあの生生の本番で一番強い何ですかあの俺あの QV チャンネルやってたわけじゃないですかあの通信販売やったわけじゃないですかもうなんかうまいのがどうしよう俺やっぱりでもね基礎のね飛騨のなるほどね菌っていうのは殺菌効果にすごい良くてあのだから飛騨であの養殖の濃いエンジンいっぱいいるじゃないですかあの馬込の宿とかにあそこにいるのこれみんなペンと巻いておくと菌が入んないんですよはあなるほど、ね、詳しいですねじじいですからよく知ってます長年生きてますから武蔵さんとほぼ変わんないですからほぼ同年代ですからね。ですね。ただ、うん、あるところには自分よりも経験が長いですもんね。何言ってるかよく分かんない。何言ってるかね。それはいいんですよね。二人だけ終わってる。二人だけ。みんな知ってますよ。次行きましょう。次いいですか。よろしいですか。はい、お願いします。終わったクリアした。はい、私はあの いきなり振られましたから今ね。頑張ります。何の前振りもなく、そうです。本当なかったんですか。次は落合博之さん。こんばんは。お疲れ様です。自分は仕事中で地元静岡県内をトラック転がしてました。同僚が横浜で足止めを食らい、2日かけて浜、2日かかったんだ。浜松に帰ってきたんです。はあ、そんぐらい混んだんでしょうね。そうでしょうね。で、地元は静岡なので、災害前から防災意識が高い土地が、そうか、富士山と。南海トラフですね、はいはいはい、防災に対して子供の頃から教え込まれていて、ね、いろいろと避難袋などなど用意をしていまして防災対策が完璧ですと。さすがです静岡って。あ、そうですね、一番津波が来やすいところなのに最近は来てないんだよね。で東日本なんて来ないと思ってたんだから本当びっくりしましたね。一番来やすいのだったらそこですもんね、静岡ですもん、ずっと。あ、そうですよね。でまして原発でね、ほとんどまた二次災害じゃないですか、原発でね。あのボン、俺はもう何年か経ってから見てボーンと、あの第3なんだっけ、第3なんだっけ、第3、第1、第3、第3が爆発したんだよ。ロトなんとかなりますよ ね。それをなんか平気であの攻撃するプーチン、いい加減にしろっつうの本当にやめてくれよ、怖いから。次行きます。よろしいですか。はい、さくらももこちゃん、トモさん元気ですか。名前はいいですね。名前のキャラクターが多分本名じゃないですよ。本名なんですかね。本名なんですかね。桃子さん本名ですか、教えてください。違いますね。嘘ですね。梅田桃子と言わないでください。嘘です。私はサイトのオフ会で全国から友達が集まるので車で大阪に行っていました。ちょうど到着した時に地震が来ました。岡山の方かな、確か。青森から来られる方は次の日に娘さんが宮城にいたので、すぐ新潟に行けと指示を出して、
北海道経由で新潟に行ったらしいです。北海道経由で北海道頃ではなくなり、家でお友達の家でテレビを見ていました。そりゃそうだ、あの地震だもん。愕然として見るしかないですよね。次です。藤井義雄、これ藤井義雄さんでいいんですよね。義雄さんですよね。そうですね。あ、そうですね。藤井さん、藤井さんこんばんは。こんばんは、ちょうどあの時、御徒町の知人の事務所の下で立ち話をしていました。すると電信柱が揺れまくり、ビルがゴンゴンぶつかる音が。マジ？少し落ち着いた時に近くのコンビニに向かうと、3メーターから5メーター先に突然ビルの外壁が落ちてきました。マジかよ。確かあの辺古いからな。古いですもんね。走ってコンビニに向かったら当たってたかも。やっぱ良かったですね。その後は九段の屋根の落ちたところにいた妹を拾いに行き横浜へ。到着したのは朝の4時。はぁ、3時前、2時何分でしょ。朝の7時ですって横浜行ったの。おかちまち、みんな大変だった。これ電車動いていった、歩いていったんですかね。電車動かなかったですもんね、東北ね。広いだから車ですよ。だから車で行ったから余計ですが、なるほどね。だから、朝の7時ってことは、横浜までだったら普通だったら9時に出れば普通に3時頃着きますから。歩いても、ああ歩いても、歩いても、はあ、5キロ以内は、通勤圏内ですから。ああ私の場合は4時間歩けといえば20キロ行くじゃないですか。ああなるほどね。そういうことです。もうだからね、皆さん歩きましょう。毎日毎日歩いてね、もうふくらはぎが痛くなっちゃった。次です。伊藤慎也さん、伊藤さんお久しぶりですって。伊藤慎也さん、その時東京の渋谷駅構内で地震に遭いました。渋谷の打ち合わせが終わってから宿を予約していた池袋まで歩いてチェックインしました。それしょうがねえな。ああ、伊藤さん、頑張ってください。家にいました。長尾留美さん、長尾留美さん。家にいた。長尾留美さん、家にいました。犬2匹飼っていたので、即座に首輪つけて、リードつけて、カバン肩からかけて、地震が収まるまでテレビつけっぱなしで情報を見ながら、犬たちに抱き寄せじっとしてました。あ、それが一番か。まあ、できればあの机の下に入るか。万が一鍵は開けといてください。あとガスの元栓は閉めてください、ね、ブレーカーを落としてください。できればテレビは見ないでください。そうですね、スマホにしてください。あのブレーカーで、火事を起きますから ね、 ね、というのが私はあの防災なんとかセンターで習ったことです。次は清志、山崎さん、清志さん、熊本のグリーンランドで、なんつうか、春の催事のイベント中でした。次の九州新幹線のイベントは中止になりました。よくわからん。九州までもね、なるほどね。さゆりさん、さゆりさん、これ岐阜の方かな。あの日、孫の予防接種で病院にいました。いきなり地震に慌てて外へ出て、落ち着いて待合室に戻ったら、テレビを見たら津波が、そして娘が、何ちゃんちゃんがと叫び出し、と思ったら、あ、友達が宮城県の、なんだ、それも海沿いの一軒家で、妊娠9ヶ月で子供たちは保育園。その時から1週間、娘と私はあらゆる手を使い、友達の安否確認をしました。これ何地区って言うんですかね、これ。モニラ？何ですかね。難しい字には、振り仮名をつけてください。はい、中国しか出てないですから。ノニラなんだろう。地区で壊滅的でニュースでも生存者はいないと。それでも諦めず探しました。たまたまミクシーという SNS から娘に連絡が来たのが、災害から1週間後、友達のいとこらしき人が、私のいとこではと、そして方々に逃げた方向がよく、一夜水に浸かりながら子供さんに一匹途中車を乗り捨てて山に登って助かったそうだって。よかったですね。旦那さんと2日後に合流して、奇跡的ですね。奇跡的ですね、本当に。その地区のところにいてね、山に登って。その地区には申し訳ないけど、友達家族だけ全員生還したそうです。友達へできる限りのことはしました。なので被災の恐ろしさは今大変さもよくわかります。あの日は忘れられません。本当におっしゃる通りです。本当にね、みんなね、亡くなった方には本当に申し訳ないけど、本当に
知ってる方だよね。そうですね、なんとも言えない気持ちになりますよね。本当にありがとうございます。よかったですね、本当にね。なんか知らないですけど、覚えてますか、先生。ずっと覚えてないですね。あれ、どこなんですかね。これ武蔵さん、健さんも、2回お越しくださりご協力願っております。喜多方に。喜多方、ああ、思い出しました。しばらくお会いできていませんが、よろしくお会い。あの、あ、そうですか。最初の二重さんですよ。この最初の二重さんです。この人です。はいはいはい。島在住の、ね、もう今もう、はいはいはい、思い出しました。もうその先生お世話になりました。二重さん、またイベントやってください。二人呼んでください。お願いします。ぜひね、これもステッカーを。思い出しました。お願いします。やったんですね、お店で。ニエさん、そうです、覚えてます。武蔵さんにこんな大きいんですか。背大きかったですね。じゃあ俺とか、俺、武蔵さんと大きいのに。もう山内さんと同じぐらいか。ねえ、大きいですね、これ。これ背大きかったですよ。やばいぐらいでかいですよ、だって。これ今、また読みましょうね。ちょっとね、すみません。ちょっとすみません。ちょっとこれを送って、ニエさん出してもらえませんか。はい。せっかく。武蔵さんにこんな大きいって言ったらかなりでかいですよ。ちょっと、この人出して今、お願いします。兄さんから連絡かな。いや、兄さんこれ LINE まで自分やってない時ですよ。兄さん、よろしく伝えました、武蔵さんに。あ、来ました、ありがとうございます。今写真出した。兄さん、ありがとうございます。ぜひ、何かできることがあったら、私、武蔵さんともとも私もおまけでついてきますんで、よろしくお願いします。読んでいただければ光栄です。もうなんかしたいですよね。11年経ったからって忘れちゃいけないと思うんで。あの、この店はね、非常にね、あの、背の高い女性、綺麗な方いたんですよね。180何センチって、ね、覚えてますよ。大きな女性がいたんですよね。でヒール履くと190越すっていうね。確かにいらしたんですよ。本当大きかったんですよ。でもね、ヒール履くのもんじゅう。でもね、スタイル良くて綺麗な方だったんですよ。金星取れてて。覚えてますよ。日本人の方ですか。日本人ですね。最初でかいからこっちかと思ったらね、よく見たらやっぱり女性なんですよ。あの体のラインとかね、綺麗な方でね、元気ですかね。元気ですか。皆さん本当にね、いろいろお世話になりました。もう、あの、いろいろ気遣いしてくれて、動いてくれてね。本当に武蔵さんともども何でも協力します。また二人で呼んでください。こういうトークショーもできるしね。ぜひとも、山下さんも歌も歌いますから。いや、私 CD 出してますね。でも、もう歌ってくれますよ。何枚出したんですか。いやいや、それはやめてください。3枚一応ですけど、ね、ゼロですか。まあ、長打ち的には出すんですからね。で、彼はね、うまいですよ、だからね、独特の個性が、ね、俺は見てて、武蔵さんのがうまいと思いました。あ、そうですか。いや、それは。力なんか全然、ヘタピーなんで、あいつ一番好きなのは何だか知ってます。なんすか。村下幸三の、なんだっけ、踊り子。あ、そういうのカラオケ行くとね、くるくると回りながら歌うんですよ。だから、あの、あれはデビルみたいなもんですよ。あ、そうすか。そうそう、何でも聞いてください。彼は面白いですね。芸能人 の私が絡んだ人間大体みんな知ってますよね。秘密はいっぱい知ってます。武蔵さんはあんまり秘密知らないけど、武蔵さんはもうそのままの人ですから。次いきます。前田ゆけちゃん、ゆけちゃん、どうも。私は横浜市の介護施設で仕事中でした。9階にいてエレベーターも使えず、利用者を車椅子に乗せて4人がかりで一人一人9階から1階まで、うわ、ご苦労しました。そして小学生だった娘はなかなか連絡取れず気になり、仕事して夜信号も明かりもなくなっている中、娘のいる小学校まで何時間もかけて歩いていき、娘と会え子供だったのでママ自身だって冷静に言っている娘を見てほっとしたことは忘れもしないですね。その後家に帰って、明かりもついてなくていろんなものが倒れていて、それでもその頃は生きていることがありがたいし、毎日パンしか食べられなかったけど、未来のことしか見えていなかったです。娘がいたから頑張ろうと思えたんです。そして職場がで食料がなくてトイレットペーパーがなくて困りました。あの9階のビルが揺れた時の怖さは一生忘れることはないでしょう。みんな心に傷ってますね。高いところって揺れますからね、怖いですよね。
4人がかりで車椅子一人一人ご苦労様でした。本当に本当にご苦労様でした。素晴らしいですよね。本当ですね。頭下がりますよね。次いきます。本当ゆげちゃんご苦労様でした。頑張ってその息で頑張って生きていこう。次村松誠。誠すみません私のいとこです。あそうですか。村松誠大阪に住んでるんですよ。大阪どこ何年住んでるんですか。地元大阪なんですよ。お疲れ様です。大森の現場の足場上で作業していました。危ねえ。足場が波打ってびっくり作業は中止になり歩いて五反田まで帰りました。どこから帰ったんだよ。どこ足場大森の現場大森から五反田なんかすぐじゃねえか。足場でよく落ちなかったと思うね、うん、これはすごいな。うちはあの現場足場はもう子供の頃からあのずっと半端で育ったんだよ。まことは違うか俺なんかずっと半端ですもん。半端であのあちこちほらあの東京オリンピックであれあちこち立ってるのあちこっちに東京都内行ってたんですよ。あなるほどね。だからそういう工事系誰か一人ぐらい出てこないのかな。うちねあの何だっけ東京大学出身のいとこですとかさ。東京大学お願いしますよ。あとは半端ばっかすよ。あとバカ田大学とかねバカありましたね。港の制服早稲田の隣バカだバカだバカよく知ってますね武蔵さん。だってあれ面白かったですよ漫画ね。大好きです。天才バカも。だってあれこれでいいのだって哲学のなんか本なんですよね。見たですね。あれはでも笑いましたよ本当に面白い。だって柳の木にね猫がいるのに猫柳って言うんですよ。猫が止まってるって言うんですよ。だから猫柳って言うので浪曲調に言うんですよね。うなぎ犬とかなんかいろんな赤塚さんってすごい才能ですよね。うなぎ犬っていうのは、その後に大宮の暴走族がうなぎ犬撮ってきました、はい、マジできました、ね、それ撮ったんですかそっから。多分そうですよ。うなぎ犬面白いな。もっと面白かったのは、はい消火栓と消火器っていう、はい横浜の上岡に暴走族ができて喧嘩したんですよ、はい、そしたら横浜の消防隊っていうのが潰しちゃいました。面白いな。超面白い。これも面白かった。くだらない話ですいません。誠は終わった。家の下で車を単車をいじっていたら急に地面が揺れ、田村博さんあまりにもすごい揺れでバイクが倒れそうになったので一生懸命支えていた。それ倒した方がいいねかな。隣が保育園ですごい悲鳴が聞こえて帰ってテレビを見たら津波の映像がすごくてテレビ見たら急テロップが出てその次の日に100万を振り込んでた。あれ？なんすか？あのお金はどこでどう使われたんだろうと今でも募金詐欺じゃなければいいな。あ募金で100万もすごい方ですね。アラフォーの社会人です。よく浅草周辺で飲み歩いていますね。見かけたら気軽に声をかけてください。この方です。この方です。田村さん友達になりましょう。近いですよ浅草。で浅草ね、浅草 ね、 浅草ね番組遊びに来たらどうですか。遊びに来てください。でもすごいですね。すばらしい。きっぽいですね。きっぽいですね。かっこいい男前だわ。男前だわ田村さん、ちょっと好きになっちゃった。次いきます。西田総一。西田総一さん。西田さん、仁さんおはようございます。おっすおっす。次は頑張れよ。あの51歳でまた再元気ですか。元気で元気で、頑張ってるんですよ。期待トレーニングして、その日は初仕事の家で日で実家にいたのですがびっくりして夜の仕事で電車がストップしていたのでチャリで2時間かけて職場に向かったのですが当然誰も来ておらず社長に連絡したら裏の店におるから戻ってこいと社長に言われお前は偉いと朝まで飲みに連れていただきました。おっ自分は当たり前のことをしたら、それが武道家だろお前よ。かっこいいぞ西田そいつ。なるほどね。そいつお前試合頑張れマジ。試合近々あるんですか。あるんですよ。武蔵さん応援しちゃってください。ごじゅんさん。ああ本当だ。まあまあお金、ね、ちょっと、ね、頑張って本当。気合入ってんな。じゃああとこれ昔は若い時はもう全然入ってた時だったらしいんですけどね。今はねこうなんてもんでもね51でもう一回ね頑張ってますよ。大したもんだなでもな。そのうち頑張ってな。頑張ってくださいよ。次いきます。次結構いきますねこれ。山形さん山形君さんこれ全部終わんないかもしれないな。山形県おはようございます。地球号の方々の指示のもと海水を交えてボウリングのピット摩擦などを調べる試験掘りをしていました。何ですかこれ。
なんそれボーリングゾーン掘るやつ。あ、それですね。あ、なるほど。このボーリングだと思って。海水を交えてのボーリングのピット摩擦などを調べる試験掘りをしてます。なるほどね。帰宅後自宅で片付け、次の日から近所の家の屋根にブルーシートなので雨漏り養生を7件ぐらいしました。もちろん無償で家族と連絡取りづらいときどうするかも話し合いました。非常食は常に置くようにしています。山形君雄さん素晴らしいです。山形さんもね素晴らしい。日立いなかったら結構茨城だからね。来たぞね。あやっぱ大事ですよねこれ。やっぱね日頃の備えは本当大事ですよ。そうですね、備えあれば憂いありって言いますね。缶詰とね、あの何ですか何ですかの玄関開けたら何とかってチンするやつあるじゃないですか。ご飯のやつ。ああこういうやつありますね、うん、パックのね、うん、パックのあれだとお湯の中あるじゃないですか。そうですね、あれ持ちますもんね。あれでだってこうガチャガチャガチャって針金やって、うん、あの新聞紙があってもらって水入れるんじゃないですか。火でやるじゃないですか。燃えないですから、あのお湯沸きますから。あなるほどね。それをねちゃんとみんな、サバイバルなら私に聞いてくださいということです。素晴らしいですね山口さん。次大木あきらさん。おいあきらさん。山口さんお疲れさんです。震災当日は夜間作業のためたまたま昼間は自宅に娘たちとを守りつつ津波のサイレンが鳴り避難準備してました。どこなんですか。仙台の方ですよ。あもうリアルタイムでな、やばいと思うんですね。これなんか V シネ会じゃないですか。これ何ですか、ね、何ですか、ね、これ V シンって言うんですかね。 V 盛り V 字開脚そうだ。あ間が全然聞こえなかったですよ。大丈夫です。V 字開脚だそうですこれどうですか。いや V 字の声なんかして盛り上げる会って知ってますこれ。いや知らないですね。知らないですね。これなんですか。頑張ってください本当に。ですね本当。そんで仙台の方で老井明さん。老井明さんです。娘さんと3人娘がいるんですね。いいですね。仙台で皆さん一本撮りませんか、ねえ。仙台撮りたいですね。強烈な薬剤映画でもいいじゃないですかね。もう V シネマを愛してるんだったら、ね、そんな高くなくても撮れますよ、みんなあるところに行っちゃうとみんなぼったくられちゃうんでね。芝居ができる連中でやりたいですね。そうです、なんかね、もうね、統一も確かに頑張ってるけど、まあもうあのね、辻も頑張ってるし監督も頑張ってるし吉行もいいもん作ればシリーズ化になりますからね、本当に ね、 あのね、あの頑張ってから対抗したいですよね、じじいながらね。その町おこしもねありですよね。仙台町おこしも仙台発祥の V シネマがシリーズずっと続くと、ね、仙台から全国へ郡山にも自分の知り合いありますしね。よく5年でできれば面白いですよね。宮城県ですね。そうですね。うちのいとこの龍一郎がいるんでよろしく。龍一郎が好きなやつ。仙台もね、仙台も広島並みにすごい根性ですからね。ああなるほど。本当ですよ。あ私はあのくだらないことで喧嘩でよく覚えてるんですよあの人ってすごいですよ広島。次佐藤礼二さん。お疲れ様です。自分は小学校の時の卒業式の練習でした。おい佐藤礼二シャバニーノがお前よかったよかった。ゆうこ西山ちょっと怒っていいですか。また娘孫犬を連れて沖縄に逃げてしまいました。いい加減にしなさいって逃げてしまった。ダメでしょ。ちゃんとなんか復興の手伝いしないと。まあゆうこちゃんね、まあ、まあ、お嬢ちゃんまだしょうがないですよ。で下田美奈ちゃん、おっすあの時はテレビを見ていました。ゆらゆら揺れて最初のあめまいかと思いましたが長い間ゆらゆら揺れて地震と思いました。長い間ゆらゆら揺れたので気持ち悪くなりました。テレビ見て東北がひどい被害になってびっくりしていました。小学生かい小学校の家族かよ。ゆらゆら揺れてゆらゆら揺れてこれゆらゆらこれ、ね、でもやってる最中だったらちょっといいんじゃないですか。あまりこう自然に任せて自分が運動しなくてもってことでしょ。でもそうってことをしたらもうなんか彼女はもう4以上はもうすぐ行っちゃうみたいな。なるほどね。ありがとうございます。これだよこれ出ました。リリー直美さん
三人目高齢出産をし、これ全部読み切れるぞ。あと三つだ。三人目高齢出産をし、超未熟児で生まれた我が子と三ヶ月目にしてやっと自宅に帰ったところでした。うわ、大変だったな。大変だ。ものすごい揺れで我が子を抱え、でもどうしたらいいのか分かると分からない。11歳3ヶ月なんてすることがね、そうだ、そうですね、ですよね。素晴らしいですね。主人の誘導でなんとか無事だったものの、数ヶ月くらいいつもイライラして体調崩しました。地震、他人事だったけど、家族でいろいろと決め事を話しておくべきと心底思いました。その通りです。ちゃんと家族を話してください、ね、待ち合わせ場所とかどこに待ってるのか、ね、お前は動くな、俺が迎えに行く、私が行くから子供たちを待ってなさい、決めとかないとダメ、絶対。あと食い物ね、食い物ね、玄関のところに置いてくるな、玄関か、あのベランダ、外に1階だったら1階のベランダの下とか、そこに鍵かけて置いておけばいい。次、ちなっちゃん、夏目ちなっちゃん、じんさんこんばんは。その日はホテルで仕事がありましたので、ロビーで座っていると揺れが始まり、めまいかなと思って、周りが揺れてました。とっても怖かったです。いつでも言ってください。帰ってリュックにまとめた避難グッズを購入しました。帰ってから避難グッズを買ったのね。二人は避難グッズ何を持ってますか？避難グッズありますか？避難グッズは日本…これカゴの中入ってます。決めてないっすね、俺。ダメじゃん。そうっすね。避難グッズ。とりあえず、アルミの、なんだっけ、アルミのこう被るやつなんです。こういう、NASA で。なんかそんなの見たことないですよ。米軍が使う。はい、あれを、こんなちっちゃいんですよ。これね、東京ハンズとか売ってますから、1000円もしないと思うんですよ。それやっぱ置いといた方がいいですよね。あれも、俺はあれを5、6枚入れて、誰かのために。なるほど。さすがですね。それとあと、その横に、だから、じゃあのこの社長の水の一箱と、あと自分のあの何だっけ、普通の天然水の、はいはいはい、いや玄関とすぐ近くの、ああなるほどね、まあ、いやもうね、一軒家の家と下なんで、はい、すぐ崩れてもいいなと思ってるんですけど、崩れてやだな、上の大家の息子が降ってくるんだ降ってくる、大家の息子が2階なんですよ。前なんかおばあちゃんが住んでたみたいですね。テラスハウスになってて1階と2階だけなんですよ。で、一軒家なんですよ。いいですね。素晴らしいです。安くて、大家さんありがとうございます。大家さん作ってるのいいですね。大家さん隣ですから。そろそろか。最後1個。僕はひとみちゃん。坊坂ひとみちゃん、何をしておいたのか覚えてませんが、家にいたはずなので、テレビの津波映像を覚えています。その後、広島の方だから、特に防災準備はしていませんでしたが、中国の水害後、保存食や乾電池、水タンクなどを気をつけて常備してます。ね、そうだよね。あと家族でね、どこで会うか決めといてね。それじゃね、ありがとうね。てな感じです。もしか紹介しきれたらまた来週紹介しますので、ごめんなさい。今から映画紹介いきます。します。はい、こんばんは。はい、どうも、こんばんは。はい、はい。まあ、駅員さんからなぜか英語で話しかけられる男。はい。山口仁の次男坊、はい、シドです。はい、そんなこんなで今回も映画について語っていただきたいと思います。はい、今回紹介する映画は、はい、日本の一番長い日。はい、日本の一番長い日、岡本喜八監督、はい、名監督ですね、まさに。はい、で、まあどういう映画かというと、まあ、はい、昭和20年8月14日。はい。つまり、そう、太平洋戦争末期。政府の官僚によるポツダム宣言の受諾決定。で、まあ、その降伏に至るまでの、まあ、ありとあらゆる会議。そして、陸軍将校によるそのクーデター計画。そして、8月15日の玉音放送に至るまでの、終戦に至るまでの24時間の激動の時間を描いた、まあ、傑作戦争映画です。はい。まあ、そういう意味で、まあ、本当に、この映画は、なんていうのかな。まあ、俺がもう数ある日本の映画の中で、一番好きな映画は何かって言ったら、もうこの日本の一番長い日かもしれない。そんぐらいこの映画はもう本当に、なんていうか、ドラマがあり、まあ、スペクタクルがあり、
そして過去からの教訓があり、そして悲しみも虚しさも全てが詰まっている。そういったものがもう三船敏郎などの名俳優たちの手によってもう魂を込めて演じられている、そういう映画です。はい。でまあこの映画については本当にあまり多くは語ることはないです。もうただ見ろとしか言いようがない。もう見ろとしか言いようがないです。そのまさにその太平洋戦争末期の狂気と激情、そしてもう虚しさ悲しさ、そして終戦に至るまでの動乱、その全てがここに詰まっている。で、まあ一つ言うべきことがあるとすれば、この映画の印象的なところはあれなんです。その終戦を、まあ、その降伏を決定したもう政府閣僚たちは至って冷静なんです。もう対極的な視点で戦争を見れるから、もう冷静にもう日本は負けるんだっていうことをもう当たり前のように受け入れてるし、もうだから粛々ともう敗戦への処理を進めていく。で、じゃあ誰が戦争を続けようとするかといったら、そういった老人たちによって、その思想教育を受けた若者たち、若い将校たち、そして現場で戦わされてきたもう指揮官や軍人たち、そういうことです。それが全てなんだと思います、多分。はい。それが本当に全てなんだと俺は思います。最後の最後までその徹底抗戦を訴えかけて発狂するその青年将校の姿は本当に虚しくて、それこそがもう戦争の恐怖というか怖さなんだと俺はもう噛み締めました。で、こういう映画を見て改めて思うのですが、はい、もうこの実際に戦争を体験した世代が作るこういった戦争映画は現代の映画にはない本物の狂気、悲しみ、そういった痛ましさ、そういった今の映画には決して作れない、そういう本物のなんか感情がそこに込められていて、俺はとてもそういったものを見るのが好きです。はい、短いですが、もう以上です。素晴らしい。長年でね、素晴らしいかったですね。私ちょうど13歳です。ああ。私はなんかね、私なんかね、あの留守番するのに、うちの母親がモギでやってたじゃないですか。ああ。うちのおじさんが映画館って、それでなんかね、いやいやね、一日中いたんで見ちゃった。あ、この映画を。いやいや見た記憶なんですけど、痛くないですよ、10歳で。そうです、この映画ね。なんかわけわかんないですよね。わけわかんなかった。なんだこれと思いながら見てたけど、まあ、今考えると素晴らしい映画なんですよね。どういう映画を若い時見た ?18 歳未満やっぱ大体あれだな、やっぱそうだ、大体及川奈緒とかなんとかあの四畳半の下宿貸します、下も貸しますみたいな。ああ、いろんなねスターさんが出ました、日活のね、ロマンプロので。ちょっと今の難しかったかな。未亡人下宿っていうのはね、白倉和子さん、ありましたね。宮下純子さんもね、有名ですよね。お世話になりました、本当に。でも自分らある程度行って共演すると全然おまかいないですもんね。どうしよう。おまかいないですよね。あってもしょうがないですよね。もう白川さんにだからまだ、なんだっけ、2時間ドラマで一緒になってたけど、はい、本当お世話になりましたって。何言ってんだよと。でもね、やっぱちょっとやっぱ色っぽかったです。すごく素敵な方ですね、人間的に。なんかね、優しくてね。あの古代の奥さんだった、あの上前理ちゃんとか。ああ、なるほどね。昔の女優さんは、二月のロマン、AV、まあ、AV の方も芝居できる方いるからね。AV はね、バカにできないですよ、最近。だからの、芝居の上手い、そこらにいる女優さんより、全然花がある AV の方いますから。体当たりでね、もう割り切ってやってるんでしょうね、本当に。本当に、また芝居がね、あんな芝居ができるんだったら普通の芝居できますよ。ああ、なるほどな。なんかね、結構好きなんですよ。何だからって変なレッテル貼りすぎですよね。でもね、ダメです。何やろうが今の役にあっていい芝居すればいいんですよね。これ今ね、もうね、AV の方々は市民権を得てますから。そうですよね。完全に市民権ってます。昔みたいにこの、ハブにするとこがないですもん。だから、ぬるまがやるとか、そんなこと言ってんだったら、つかなくて、AV 上ね、主役に抜擢してやればいいんですよ、ね、はっきり言ってね。で、青井沙羅ちゃんとか、なんか、中国行って、もう大スターになっちゃった、そうですか。知らないですか。あんまりわかんないですけどね。青井沙羅さんって、みんな知ってるよな。みんな知ってますよ。みんな知ってる。有名ですよ。
った。時間だ。もう過ぎちゃった。残念ですね。あっという間ですね。あっという間に終わりました。皆さん、これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。今週もよろしくお願いします。ありがとうございました。どうも。ありがとうございました。最後に。